ミキの兄弟電波。どうもミキです。どうも、兄の構成です。弟のアセです。二人合わせて構成、汗構成言うてやっております、はい。七夕です。7月7日、七夕ですか。もう近所でも歩いてても商店街がもう短冊のあの七夕市を完全に。それはいい商店街やな、うん、うちのとこの商店街は何にもせえへんな笹の葉とかね。ったら帰ってたりとかしたら、駅から帰ってたりとかしたら、うん、このお母さんが後ろに子供乗せて、ね、チャリでバーって帰ってる時に、そのチャリの子が笹持ってそこに短冊書いてバー持ってるのがめちゃくちゃ、そうか、めっちゃ今、うん、すっごい見るわそれを。でそれ見て、あそうか、もう7月入って、はい、7月入ってすぐ、あもうすぐ七夕やなの感覚がないからね。まあな、7月入ってあもう7月かやね、うん、でもそれで七夕やなって気づかず、もう7月かって言うてる時にはもう七夕終わってるもんないつもそう、うん、七夕なんかもう感じたこともないわ、大人になってから。いやあるやん、だって劇場とかでもさ短冊書いたりするやん、あの時あ七夕やなってなれへん、あれ。いやな、俺なんてその時もこれなんで書いてんやったっけとか思うねん。いやそれしかないやん、あんなん書くの。いやボケ書くからさ、なんか本当の願い事じゃないから。いやそうやけど、なんかねこれ言われるやん、あの時でもなんかあんまないやん、何やったっけな、何で書いてんやったっけみたいなあそう、うん、俺はめちゃくちゃあの時にあもうそうやなって、なんか別に七夕って楽しみなこと別にないけど、ないな、大人になったら余計それがないから、あ七夕ってそうかって、その街の風景見ながらね、出町とかで七夕にお祭りとかやってた、ね、やってたね、行ってたわそれは。なんかあの出町の中学の友達とかと行ってたけどな、商店街が実施するお化け屋敷とかやってた、そうそうそう、やってた、うん、あれ行ってた。でもあんまりにも記憶がなさすぎるな、それの。俺はその時 の, その時の三角巣にヤンキーが溜まってたぐらいのイメージしかない。そこをスルーして帰るって、あそこ通ったあかんねそう、スルーして帰る、橋の方を渡って帰らなあかんねっていうのをイメージしたけど、もう7月7日ですけど、はい、あのミキマンがね初日無事終わりまして、はい、ようやくスタート、はい、無事というか、まあ、無事っちゃ無事ですけど、はい、ちゃんとやっぱり時間はオーバーしてね、2時間、うん、だって最後のネタやる前にもう1時間45分とか言ってたからいやもうこれ本当に申し訳ない。だって、うん、あの7時から開演で9時とかだったでしょ、うん、で新幹線で帰る人はほんまにギリギリやったと思うよ。いやギリギリやで、ほんまにギリギリというか、いやったかな、いや帰らない。アンケートとか見てもあって、うんうん、それがそのいやギリギリでしたみたいな。なんか遅い公演の時はやっぱちゃんと1時間半で終わらなあかんな。終わらなあかんな。いやでもいやそんなんさ、うん、正直時間なんて測れへんやん。まあまあまあ。そんな言うても。いやでも今年は、うん、やっぱみんなで、なんていうの会議して決めた裏テーマの漫才はジャズっていうね。うんうん、いやみんなではしてるんだけどな。お兄ちゃんだけで言ってる。漫才はジャズってテーマがあったから、やっぱそういうネタを。まあ、一方2本入れてたわけよ。でいやジャズ要素もある、まあまあ、でもさ、うん、その分からへんやんって言うけどさ、うん、もう何年いやもう無理これ一生無理そんな一生無理、出てみな分からん、用意ドンで出てみな分からん、ほんまにそんな、もうお客さんの前じゃないと出えへんことめっちゃあるからね、やっぱ。で漫才はジャズというテーマでやって1本だから最後のブロックのネタかな、うん、もうほんまに計らんと、でなあんまり決めずにやって、そしたらそれが17分ぐらいやっちゃって、うん、それをでまあちゃんとね、まあヤサには怒られて、その作家にはやっぱちゃんとまたやってますねみたいな、うん、呆れられてて、もう呆れられるゾーンに入ってて、まあ、なで武漢のいつもやってくれる武漢の子は、うんうん、あいやでも漫才はジャズでしたねっていう、本当にジャズでした、うん、あのジャズの公演も正直時間とかあんまり読めへんから、ジャズやから、あそうなんや、そう、だから本当にジャズでしたねっていう、うん、その褒めてる言葉なんか逆にそのいやいやバカにしてるの腹黒さんいやあかんやバカにしてるんや、多分そうなのかよう分からんけど、うん、でも無事にこの、はい、まあ終わるというか、その一ね初日、うん、初日はこう、なんとか、うん、まあ、僕はまあ良かったなっていう感じでしたけど、うん、うん、どうでした？
ああ、よかったと思います。はい。無事終わり、無事終わったなという感じ。何のトラブルもなく。うん、そうやな。トラブルも、はい、特に、特にこれというトラブルなくね、なんか、開演も別に、遅くなるわけでもなく、うんうん、ただちょっと雨が、まあね、大雨やったっていうことだけ、当日。うん、それだけが、なんか、あのお客さんにはねちょっと申し訳ないというか僕のせいでは僕らのせいでは全くないんだけど、いや、まあ、雨と2時間やってもうたっていうことだけが申し訳ないですね。ほんまにそうやな、2時間ちょっとそれはやりすぎたな、やりすぎてるな、ちょっと1時間半の公演を2時間はちょっとあまりにも読めさすぎやな、確かにちょっと なんか改善策を取らなあかんな、ほんまにこの分かれへんねん自分らでも、で改善策を取ったよ今年は、うん、それもあって去年も同じことやってるから、うん、改善策取って去年なんか全公演ほぼそうやったんやから、せやねん、だからその改善策を取って合間の VTR の時間を短くして、うん、合間の VTR の時間を作家と会議して、うん、もうほんまに前まで3分4分あったけど、うん、今回1分2分とかにして、うん、もう2分以内、うんにしてんけど、もうそんな何の意味もてか多分なそこじゃないと思う、ね、いやでもそこからまずそこからやだってな細かいとこからやっていかんと、でもさ、うん、もう1分2分ギュッとしたぐらいでやってもらうさ、うん、合計したらさ7、8分ぐらいしか変わってへんわけよ、だからそこをやったら意識するかなと思ってん俺らも、うん、それをそう1、2分にしたら俺らも意識するかなって、それをだって俺ら袖引っ込んで見るからさ、うん、あもう次やとか言ってバーってそのテンポでできるからやるかなと思ったら、うん、何のこっちゃ何も変わりなく何にも変わらへんかった、うん、結局喋り倒してた、そうやな、ほんま確かに、いや久しぶりやっぱさ言うても去年のミキマンが終わってから半年ぐらい経ってるわけやん、うん、半年経ってやっぱ久しぶりのミキマン、半年ぶりの、うん、久しぶりの半年ぶりのミキマンやからさ、うん、そのほんまに久しぶりすぎてこんなに体力使うんやと思ったな、いや疲れた、ま、もうめちゃくちゃ疲れためちゃくちゃ疲れたな、やばかったほんまに、うん、もうなんかいつもラストの公演の時にエンディングで使うように袖からあの幕が降りた時に、うん、作家があのビデオ回してくれてるのよ、うんうんうん、映像回してくれてるんやけど、だからなんとなくそれ意識すんねん、うん、そのいつも終わった後に頭下げた後に意識してやんねんけど、うん、今回もうちょっと無視してしまった、もうしんどすぎて うわこんななるかってびっしょびしょだったからね、スーツ汗久しぶりにあんな書いたな、スーツびっしょびしょだった、あんなことあのミキマンでしかなれへんもんな、うん、あんなスーツびしょびしょになること、確かに、うん、いやもう疲れたわあの日、もう今思ってもうなんか疲れたなというイメージしかなかったなあの日、それはやめてよ、いや楽しかったなもうさ、いやいやそれはもちろんやけどな、そんな終わった後もあかんもう、うん、お風呂入りたいと思ったもん、いや風呂もう正直風呂入って早寝たいと思ってたもん、なんかまあ出し尽くしてもらうな、やっぱりな、なんかこうバーッとやっぱこのお客さんにこう見てもらいたいというのをバーッとなんか出した感じはあるよな、ちょっと、うん、あそうやな、だからいやだからもう これで慣れてくれればな、もう体が慣れていくと思って、いつもそうやん、なんかうん、いやでもなんかこ初回でこんなに疲れた時ないからな、そう俺はいつもなんか初回、うん、あやばいまたこれ始まるっていう感じやけど、俺だってそれ、何年前やろな、2年か3年ぐらい前の初日の方が覚えてるもん俺、2年コロナ禍で、緊急事態宣言とかもいろいろあった明けた次の年かな、うん、ぐらいの時の単独の方が覚えてるもん、その時のミキマン、動くわ走るわ歌うわネタが、あそうやったっけ、すごいエンタメっていうかすごかってやってることが、もうなんかコロナ禍をのなんかこのうっそうとした気分を振り払うかのように俺たちが踊って走って歌ってを漫才でやってて、うん、それを初日やった時にこれはやばいことになるって思って、この感じってなったらもう毎公演、まあそうやな、毎公演もうちょっとはかはかはか、だってそれはけた時にいつもはけるやん、うん、その V で、うん、はけた時にもう倒れ込んでて、もう椅子に、なんかなその年以降ぐらいに、うん、そのコーナー考えてる時に、うん、そのあんまり走らせたら昴生さん不機嫌になるんでそれやめましょうみたいな、いや不機嫌になるというか、ういや死んでまう、最後のネタ、うん、その全然できへんようになるから、できへんようになんねん、それやめましょうみたいになったもん、うんうん、で昨日もなってたもん、だ昨日、そのヤサと飲んでてんけど、うん、そのいや良かったです、動くコーナーせんでっつって、 あれ動くコーナーしてたらちょっと最後やばかったですねって言われて、いや俺はそれさ、うん、コーナーの時に考えんと出んで、俺知らんからな、うん、何やるか、うん、
亜生に任してるから、うんうん、何やるか知らんからもう出てで動くコーナーになった時に、うん、あやばいやばい始まるやばいってその時に危機感を覚えんねん俺は。やばいやばいやばいってなんねんけど、でもまこれ慣れてったらまだ大丈夫やな、まあ、次か次ぐらいはちょっと昨日打ち合わせした感じ、やめてほしいね、次か次ぐらいはちょっと、ね、あのいいねぜーぜー、あのね舞台上はいいねんけど、あの客席イカさんとして、うん、なんでアップダウンが激しい、お客さんが喜ぶ、マジで喜んでない、ほんまにほんまに喜んでない、別になんか触れ合いたくはないねん別に、そいや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 見たいよお兄ちゃん近くで、ほんまにそんな、まあ、地方行ったらねそう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 それは僕主催者やもん、そんな主催者ってないねコーナーの主催者やからそう無理やん、いやお前もやってほしい、あれほんまに一回ほんまに倒れそうだった時はもう酸素足りへんくて、あだからシューってやつもあるなかな、あれな、シューってやつもちょあのもしなそのコーナーに合わせて置いといてほしい、うん、いやほんまやな、一回だからその何 2,3 年前のミキマンが本当にヤバかったな、そんな走ったっけ、走った走って踊って歌ってて、踊ってアイドルやんもう走って踊って歌う、特に最後のネタ踊ってて、渚にまつわるネタセトラネタとか、あれとか他にも歌ネタな1本か2本ぐらいあって、あの年すごいバラエティに飛んでて、あの年多かったの歌ネタ、あの年多かったん歌ネタ、なんか知らんけどで走るネタとかでめっちゃ覚えてる、そのネタに含めあと都道府県のネタ、ああやばい都道府県のネタ、あれはお兄ちゃんお前はええで、俺は喋ってるだけお前は都道府県言うてるだけやからマイクのだけ、俺やばいあれ、うん、もうほんま毎回も袖開けるたびにもう、でもなんか後ろで走ってる感じやろ、うん、都道府県のお兄ちゃん後ろで、うんうん、俺はもうお兄ちゃんの方ミンとやってたけど、うん、やっぱり最初の方はドタドタ言ってたけど、うん、後半になってからなんかタン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 ってあのあ足がフットワークも軽なって、フットワーク軽なって早かった、なんか足音がどんどんあんま聞こえない、足音が聞こえなくなって、忍者やもうタッタッタッ最後の方、いやそれでも受けてないやタッ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 っていう聞こえてるどんどんの方がええと思って躍動感的に、いやいやそれはお兄ちゃんさすがやなって、こう何回もやるうちにこう、でも体って慣れてくんねんこれ、うん、これだから東京の初日でも初回こうなって この秋田から結構怒涛の3連続ぐらいからな、秋田佐賀茨城、うん、うん、ドドドンとこうあるで、そうそう、うん、ここ勝負、ここ勝負よ、うん、秋田佐賀茨城で、うん、あその東京から秋田ももう、まあ、言うても1ヶ月ぐらい相手持ってるから、うん、もう忘れてんねん、忘れてる、うん、その単独のあの感じを、あのペース配分とかも完全に忘れてるってなったら、うん、また一から正直また秋田でもやらかすよ、それ秋田の皆さんも覚悟してほしい、でも秋田は大丈夫や、3時ぐらいやから来たやねんな、そう別に、じゃあこっから大丈夫やね、昼やね、そうこっからもずっと昼やね、だから大丈夫、まだ別にで帰ってもらっていいしな、それだけ言うとこ別に帰ってもらって用事があったら帰りにくい最後のさ汗だくでやってるネタさ、俺らが、あんなとこでファーって帰ったら絶対俺らも言うや、うん、どこへ来れーとか、でもあのジャズ感は大事にしたいよな、ちょっとまあまあな、ただそのしんどいことしんどいねなんであんなしんどかったよ、あのネタしんどかったな、なんであんなしんどいんやろ、もうなんか思い出すだけでも嫌よ俺、だから結構俺がさ、うん、長文言うやん、言う俺もあれら言うてへんもん、そのなんていうの、口ずさむねん俺大体、ああそうやな、俺漫才口ずさむのよ、うん、歩きながら、うん、結構、うん、その自分の言うこととか、うんうんうん、もうなんか思い出してさ、しんどい、じゃあもう前日いっぱい練習しよう、いや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 、マジで嫌や練習がそもそも嫌いやし、練習したくない練習したらジャズじゃなくなるからねって言うて、俺はジャズを見に行ったことはないけど、そうないけど、ないねんけど、でも今年はだいぶジャズ感が、ジャズ要素強い、ジャズ要素、いや それはな、そのネタはな、うん、ジャズ要素強いかなと思うね、うん、確かにジャズ要素だったな、ちょっとだけね、うん、うん、それぐらいかな、でもうん、まあ、でもまあまあ開幕してしまったからには開幕した、いやでも俺は気持ちよかったけどね、しんどさとともにこれこれこれっていうのはあった、あいやあった、やってる時やな、うん、でもそのこれこれこれ、あの何やろな、あの差し入れとかもらって、よしこれ全部持って帰るわっていうのをやってたぐらいの時にズーンってこう、あそう、やり終わった時のこの疲れみたいな、やり終わった瞬間は気持ちよかったよ、こっからは昼公演で、その後観光待ってるで、いや俺はもしかしたらもうごめんなしようぜ観光、いやいやごめんな、みんなでさ観光しようぜ、いやいやもうそれはあのそこはもうおのおのに、ご飯は行く、ああご飯は行く、だからその後の観光はそのおのおのの判断にしよう、それはあたせちょっと一個お願いがあんねんけど、うん、クーラー強くしてって言ってきてくれへん
暑い。暑くない俺はまだちょっと大丈夫。あ、そう。暑い。ちょっと暑いです。あ、センス。センスは、じゃあクーラーちょっと強めてください。ちょっと、うん、それだけ言って、ちょっと。クーラーを強めてます。すみません。乗ってましたよ、今の。アゼイ君のよそ行きの。クーラー強くしてください。ちょっと、聞こえてましたよ。はい。アゼイ君のよそ行き。ムッという感じで。ちょっとムッとね、はい、ちょっとだけしました。今、はい、今ちょっと暑いです。暑いです。すみません、扇子使わせていただきますけども。秋田はどっか観光するんですか？その次の日も。休みなんで泊まろうかなと思ってます。あ、はい、じゃあ、思いっきり観光できますね。はい、観光。秋田何があんやろね。いや、ほんまやな。それをちょっと送ってきてほしかった。生ハゲみたいのよ。でも。季節なん？違う、絶対。でもその生ハゲ博物館あはあるやろな、絶対絶対あると思う。生ハゲ博物館行きたいわ。生ハゲ体験したい。己が生ハゲになって、え、自分が生ハゲになって、そう、うん、であ子供とかわーって、そう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 、あ、うん、うちも子供連れて行きたいからさ、うん、次の日休みやから俺わーってうちの子に生ハゲ、生ハゲ体験、お父ちゃんでしたよみたいな、生ハゲ体験したい。それさっきサンタでやった方がいいじゃん。いや、サンタ嫌やろ。サンタで、俺、お父ちゃんでしたよ。サンタは夢潰れるやん。生ハゲはまだいいけど。うわ、涼しなった。急に来た。止まってたんちゃう？なあ、ついてなかった？わからん、わかんけど、多分。いや、でも止まってたらこんな暑、もっと暑なってると思う。KBS 止めるからね。空調を、ほんまに。KBS は。ギリギリ電気ついてるだけやから、ギリギリね。まあ、ミキマも良かったなって話ですけど、はい、まあ、それもそれで、せいやの結婚式、ね、ありましたね。あって、はい、結構大々的にニュースになってたから、いろんな人に言われたわ。何が？せいやさんの結婚式あったんですねってニュースになってたから。ああ、そう、うん、みんながやっぱつぶやくからな。亜生君なんて司会やってね。MC。初めてちゃう？うん、初めて。結婚式で。司会。次の、前の日の夜に、台本届いて。で、作家さんに、うん、いや、これ遅いでって、台本、うん。もうちょっと早くに、これ、やってくれな。いや、私もこの一昨日決まったんで、めちゃくちゃやんって。全部がめちゃくちゃ。全部めちゃくちゃ。まあ、確かにめちゃくちゃでしたね。名前も間違えられてたし。まあ、まあ、はい。言います。名前まず入ってきた時に、後世亜生の姓が星になってる。うん、その時点で、もう泣けません。あの聖夜さん、あのそれはもう一番やったあかんことやから。一番やったあかんこと。しっかり名前調べて、うん、あの。もう配られたね、はい、座席表見た時、座席表の名前のとこがもう違うね、もうで座ったらあんね、うん、そのテーブルに、ね、テーブルに名前置いてあんねんけど、それももちろん違う、で中にね、うん、メッセージ入ってけ、うん、いやでも名前違うんやからメッセージボケてて俺の時は。ああ、そうね、うん、だからなんかいやいやそんなボケられてる。ああ、俺はなんかちゃんとなんか、うん、お前がいたからみたいななんかばっか書いてあったけど、もう入ってけ全然、うん、でメッセージ俺隣そうしないやったからさ、うん、パッて見て、うん、あのもう名前間違えられてるし俺、うん、もう名前間違えられてんねん俺、うん、とか言ってみんなに言ってて、うん、とか言って、ありえへんやんこんなんとか言ったら、星名パッて見たらもう自分のメッセージ見てもう泣いてんねん、うん、うわ気持ち悪い気持ち悪い、あのな、あの人にあんなこと言ってるやつがな、泣いても何の感動もないからな正直な話、俺は星名に直接言ってバーってあいつさ、うん、もうそのカードを見てる時に泣いてて、うん、もうその雰囲気でバーって泣いとったから、うん、お前さ、うん、あの今泣いてるけど、うん、そう、お前に言われて日々泣いてるやついっぱいおるね、うん、うん、うん、そう、それ、うん、そうやで、よう泣けんな、うん、お前がやってることで日々泣いてるやついっぱいおるで、うん、そりゃそう、ほんまに、そしたら水差すようなこと言うなよって言ったけど、うん、お前じゃん、お前ぶちまけとんねん毎日水、そうそうそう、ホースで、うん、シャーって、うん、なあ、ほんまや、はい、その関係ないとこ濡らしまくって、濡らしまくってる、誰が言うてんねんっていう話、ほんま、あのな、あいつの感動の手紙でな、泣くやつな、あいつのこと何も知らんから泣けるあいつの最後の感動の手紙でな、うん、泣いてたわみんな、泣いてたな、俺はもう心の中でな、うん、こんなやつのことで泣きやがってな、そうそう、あの中で泣いてへんの俺とお前だけ、そう、ほんまにそう、うん、みんな泣いてた後、みんな知らなすぎ、知らなすぎっていうか薄いわ、いや俺はね、うん、思ってんの、その、うん、ファンキーモンキーベイビーズ状態やん、いやほんまそう、もうファンキーモンキーベイビーズがどんだけ、うんうん、恋の歌歌っても、うん、もう入ってきません、不倫してるからだってじゃあそこ誰がそこまで言っちゃいやいやでも隠しながら言うよ、隠しながら言うよ、無理やそれはバカ、でもそうやろ、いやそう、でもそういうことやろ、うん、そう思った、うん、で何かあくる日その仕事場でね、はい、大手でバーって俺んとこ言うてきよって、そしてなんか、うん、あの「昨日ありがとうございました」って、うん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 、で「いやまあそうやけど前の涙なんかな、うんうんうん、しょうもないで」しょうもないなみたいなこと言ってたら「うん、いやあれ亜生が言ってたようなことあんたにも言われるんかい」って言ってたけど、うん、いやいや同じこと思ってまんねんあの俺と亜生は全員同じこと思ってると思うよ全員俺と
と同じことを言いたいと思って接しなさい。あいつが俺泣けば泣くほど冷めていった。冷めたなあいつ。冷めたな。身内だけには泣きよんか、うん、こいつ。ほんま。しょうもないやつやで、あれ。なんか、あの、粗品さんが呼んでたな、最後。で、自分で泣いてみたいな。でも嘘やん、あんな。嘘。あの最後のスピーチでな、うん、泣いてこの言葉に詰まる、うん、嘘嘘もう全然泣かれへん泣けるかいなあんなもん名前も間違えられとんのに余計泣かれへんもんあんなもんだって俺名前間違えられててさ、うん、で写真撮ってさ、うん、パッて写真撮って、うん、マミちゃんに送って、うん、マミちゃんに、うん、マミちゃんにパッて写真送って、うん、LINE で送ったらマミちゃんから帰っておいでって俺名前な間違えた、あれ写真撮ってな、うん、すぐな、うん、X 載せたろ思って、いやそれはそれは水さすなと思ってやめた、それは粗品、それやってるの、それ俺自分がそれは粗品、自分が粗品になると思う、それは粗品、でもな、あのな、うん、みんなあのほんまにな、俺もな写真とかあげたわ、うん、X とかにわ写真あげたら、うん、素敵なやつですねとか、うん、素敵なで、なんかニュースにもなってて粗品大号泣、うん、でやっぱり霜降り明星最高みたいな、うん、騙されんないや、お前さ、いやいや、いや、お前も、お前写真撮ってたそりゃ写真撮れ、みんなので、SNS 載せてたよ、そうや、それはどういうつもりで載せてる、いや、祝福の気持ちあるってこと、じゃ俺が言うのもちろん、もちろん、近いやってて俺はな、もちろん怖いねん、こんなやつが近いやってんのいや、まあまあ、怖いねん、まあまあ、それ、いや、でも、俺はそら、俺とは違うよ、よくよく考えたら、もう名前も間違えられてるし、そこ、なんの話だ、俺じゃないんやから、別に呼ばれてる人、汗って星って書かれてる、そのわけわからん人の呼ばれてるわけやん、そうそう、誰違う、俺らじゃないからね、あれ俺らちゃうねん、うんうん、アホシさんとコホシさん、コホシさんやから、うん、アホシさんとコホシさんで行ってるから、こっちの代理で行ってるから、ね、うん、俺汗と構成は、うん、東京から呼ばれてな、漫画喫茶泊まってる先輩もおんねんな、二次会のために、二次会のためにあったな、そうやろ、うん、そんなもう奥さん泣いとったらしいで、なんで二次会、なんでそんな、もうあんたが漫画喫茶で寝なあかんのは言うて奥さん泣いてたなんであんたが大阪まで行って漫画喫茶で寝なあかんの、ほんで始発で帰ってこなあかんの、次の日劇場でやったらあかん、もう体ガチガチやな、まあ結婚式で大変やなと思ったけど、そうそうそう、いやそのあの、いやそのメインはそりゃ幸せやろうけど、うん、結婚式っていうのはもうそのいろんな感情が入り混じった、渦巻いた、うん、だから、うん、僕はもうしませんあんなめんどくさいなら、うん、あなたも名前間違えるしでた、うん、あれはでも、うん、チェック不足やな、いやあれはあかんチェック不足や、うん、そうそうそう、うん、でしかも結構知れた名前、いやいやそうやで、気づいてほしかったな、ほんまそれは向こうの人も、うん、うん、なあ、こんなに仲いいのにちょっと待ってくれよこんなに仲いいやで俺とお兄ちゃんなんかそうそう、ずっと一緒にやってた、霜降りはな、最初からずっと一緒、あれなかったら泣いたで、あれなかったらまだ泣けた、いや普通、え、泣かんかった、マジで一個も泣かんかったん、一個も泣かんかった俺マジであんなみんなが泣いてんのに、うん、俺マジで一個も泣かんかった、うそや、うん、俺さすがにあのおじいちゃんがエスコートしに来はった、うん、あの時はちょっとおこれはちょっとうるっとくるなって、うん、おじいちゃんのとこ、俺あんまおじいちゃん知らんから、そんなおじいちゃんエピソード知らんから、あいやで元気なおじいちゃんなと思ったけど、おじいちゃんっていうだけで俺うるっとくんね、おじいちゃんおばあちゃん好きやからさ、おじいちゃんってうるっとくるけど、なんかじゃあお前マッチ歩いててやばいよ、この高齢化社会、そうだから若い子がおじいちゃん引いてるだけでうるっとくんね、引いてるって何、手を引いてるやろ、そう絶対手入れろよそれな今のは今のはお前言葉足らずの、でもほんまに式はもう一切泣けませんでしたいやはっきり言うなそんな俺はでも俺は泣いたとこあったで、どこで泣いた、新婦さんのやっぱ父親の手紙は、あれな、もうあれは俺な、やっぱどの結婚式出席してもあかんわ、いやあれでな、うん、俺もな、あ来るかな、やばい、俺は号泣したい、俺あええー、なーこれは泣き、俺もな、それはみんなと一緒に泣きたいんだけど、そんなことより俺の席の後ろのナダルが声出して泣きよねいやだナダルなんてさ泣くで、娘さんがいいねで、俺その後に何、うん、娘とかぶったんしてる、めっちゃかぶってもらったわな、そういやそりゃかぶるで、だってさ、そうあの俺はさ、うん、逆に男やんか、うん、男やな、2人とも男やねんけど、うん、男でよかったと思ったの、あまあな、俺こ耐えられへん、もし娘ってなったら俺、うん、おなんか男引きずり倒すかもしれん、マジで、でも高砂からでもなんかそのさ、うん、なんか結構こう 俺もさ、うん、かかってスイッチとか入ってスイッチ入ってたからさ、入ってたね、うん、からなんかその
そのお手紙でな、これからもパパママそして犬8匹って言った時に、うん、俺がもうすぐ犬を犬多かったね。そう、犬多い。そこでなんかもうその笑いの方のガヤスイッチ入ってもうて、うんうん、家犬多いねって思った。俺も思った犬多い、家犬多いねと、みんな犬多いねと思ったけど、うん、それは多い、うんうん、まあ、でも、まあ、もう僕はもうそのなんか1個入ってもらったら泣かれへんから。いやよかった。いやでもやっぱ感情移入しちゃう。お父さんさ泣いてはった。お父さん泣いてはった。それがさたまらんやん、うん、なんかお父さん泣いてるのを見てて、お父さんの気持ちになっちゃうのよ。でお父さんの気持ちになったらもうだーらたつで、俺しんちゃんの結婚式の時も思ったけどさ、うん、な新婦のお父さん、うん、新婦の手紙でお父さんが泣いてはったやん、うん、その時も泣いてはった。お父さんな、うん、自分がさな、まあ分からんで生まれてさ、うん、かわいいかわいい、いやかわいいよ、育ててそりゃそうや、ここまで育ててんねんから、かわいいかわいい育てた。しかも今日綺麗やった、ほんまに奥さん、うん、めちゃめちゃ綺麗やったほんまに奥さん、ほんと綺麗で可愛くて、もう異性時代のこの場でね、うん、でもうここまで育ててやっと娘を、やっと娘というか手が離れるというか、うんうんうん、娘が、父親からもうさよなら、さよなら、私はこの人の気になる、ね、うん、旦那になりますみたいなことや、自分の手から離れる、うん、こんだけ育てて育てて可愛がった娘が出ていく、うんうん、ね、連れて行かれる、うん、その連れて行くやつがな、しんちゃんの場合クソデブのなあんなあんなそのな、うん、わけのわからん な, らんなクソなやつとな、うん、せいやの場合はクソガキや、あんなしょうもないハゲてるし、ハゲ取るしクソガキ、そしてもうわけのわからんうぞうむぞうの芸人たち俺嫌やわ、嫌やで、父親やったらまさか自分のな娘の結婚式がな、こんなわけわからん芸人になるには怪我されてやでな、目立ちたやつばっかり自分がせやにヤジ飛ばされてな、飛ばされてほんまに台無しや。俺もそれ考えただけでもう涙止まれへんかって、うん、もうなあかわいそうと思って、もうもうあれはあかんわ。新婦の手紙はやっぱちょっと来るね。 あれはもうどの結婚式出ても俺は泣くな泣く、うん、もう関係ない人のとこ行っても泣くと思うわ。 う, うん、あれはそれ、あれはそうか、うん、もしあの後で疑似家族でしたって言われても全然、あ、うん、その場では泣ける。でも泣いてへん人もう一人いたよ。ああそう、コロチキ西野さんあれはそんな何、やっぱ糖質足りてる、糖質足りてる筋肉つけすぎて、あのやっぱ感動っていう感覚も、もう感覚が欠如して、欠如してるね、糖質足りてへんから完全に。それは、うん、残念ながら、残念ながらでした、うん、せいやさん残念ながら。でもやっぱ、いやでも俺はやっぱそのお父さんの気持ちになったせいやけどね、まあ、でもけあの芸人の結婚式ってやっぱいいなと思ったな、いいなと思った、あったかいしね、うん、ほんまに。でやっぱ奥さんもさ、あれ奥さんの友達とかもなんか結婚式なんか聞いたら来んの初めてぐらいの人らがやってて、若いねんな奥さんってな。そう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 、うん、だからあの下なったっていう人多かったらしいで、やっぱり、まあ、ここまでは無理よ無理よ、うん、だから言った俺も同じこと、あそこまでは無理よ。本人に言ったってこと？いや違う違う違う、そんな本人には言わへん本人には言わへんびっくりしたけど、いや俺もさ人捨てに聞いてるからそれ、いやこれより急やと思ったらね、そう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 、お金もめっちゃかかってるし、場所もそうやし、うん、それは、うん、よっぽど解消のある旦那じゃないと、まあ確かに無理やな。でもまあその時ぐらいはなパッと使ってあげてもええような気はするけどね、うん、その、女の子がやりたいっていうのはね、そうそうそう、あそれだってもういろいろさ、うん、ほんまに時間が押して押してさ、押してたよ、俺はずっと気になってて、うん、このウェディングケーキいつ俺らのとこに届くんやろって、あ最終届けへんかったやん、うん、とんでもなかったでウェディングケーキ、すごいウェディングケーキやったですごい、あの豪華なホテルの天井につきそうやったで、そうそう6段ぐらいあったんじゃん、すごかった、うん、ほんまにあれ結局時間なくて切られ、そう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 、今誰のとこにあるの、あのケーキ、じゃあ誰の家にあるの、冷蔵してるあのホテルでっか冷蔵庫、冷蔵庫でかいよ、冷蔵庫でっか、いつ届くんやろね、届けてほしいねんけど、あのいやいやもう冷蔵でチルドでもう無理よ、もう無理、あれもういやもったいないで、あれもめちゃくちゃ金かかってんねん、あんなウェディングケーキ大変やで、全部金かかってるっつっても、せやろな、せいやさん、うん、でもせいや、それでもやっぱせいやの結婚式でもちょっとちっちゃいぐらいやったで、あの人数的には、そうやな、俺もっと、もっと呼んでるのかな、会社の人間全然おらんかった、うん、その、芸人おったけど、うん、あの社員が全然おらんかった、ね、おらんかった、うん、あの社長とか来てんのかなと思ってけど、それあのアグネスさんも来てたやん、アグネスちゃんさんね、な、うん、俺 MC やん、うん、俺2人だけでリハしてんねん、アグネスさんとアセンさんすいませんって言われて途中でバーって呼ばれて、いや俺あれ式も出てたから、あチャペルのチャペルの方もバーってアグネスさんか
あのリハーサルしたいということで、うん、あのポケットいっぱいのあれ歌うあれ一緒に歌って 俺一人でコール&レスポンスずっとせいやとか俺別にさ、うん、なんていうのそのあほんまに文句じゃない文句というかこれ文句取られない文句なんかないで文句じゃない文句ないねんけど、うん、そうアグネスさんの歌ちょっと知らんかってそのいや俺まあ、あの言う丘の上かと思ってそうそうそうひなげしの花がやと思って、うんじゃなくていっぱいの秘密せいやの好きな歌そうそうちょ知らなさすぎてコール&レスポンスめっちゃむずいねどこでやったらいいか分からない秘密な一緒にしてねででねで一緒にしましょうだけどねでにも言わないでねそれをその本番一発目に聞くね俺らはああそうこれはせいやさんあのまあせいやさんがずっとラジオで流してんねんそうなんちょっと知らんねんそれだからおやばいやばいできまあまあ、まあ、みんなできるってなったみんなできてんかったいやできへんよなあれ僕がだからリ知らない、ね、リハーサルでその掛け声お願いしますねってアグネスさんが言われたからああそうかお前が先導してな先導したそうそうだからなんとなくできてたからそうそうなんとなくてか、うん、ちょっと難しかったな二人っきりでリハーしてアグネスさんそうだなさまさその新郎新婦来られへんよなそう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 だから新郎新婦来られへん貴重な体験いや、しましたよいやよかったよ ないでなかなか結婚式の司会することなんてあ、まあ、確かにね俺友達の結婚式2回か3回ぐらいやってるから、ね、あやってたな、うん、やってるからそれはそれもいい経験やったもん、うん、めっちゃああ、うん、そうかなんかで俺はもう遊びまくったしあそのもう台本とかも無視して確かにな、うんうん、なんかそういうのとかしかもなんていうの芸人1年目2年目とかでそれ経験してるからああそうか結構その経験しかも芸人の結婚式じゃないじゃないそうそう、うん、もう全然知らん人たちの結婚式で、うん、俺のことももちろん知らん、うん、芸人って知らんけどもうはっちゃけ倒して友達やからね、まあ、いやでもいい結婚式やったねこんだけ文句も言うてるけどもう無理やろもう無理やっていやでもほんまに何ていうのその空気感的にはうわ最高いやせいやの結婚式やなって感じやな、うんうんせいやさんやからこそあれができたと思うほんまやな、うん、せいやの結婚式やったわ素晴らしい、うん、素晴らしかったわあれをだから他の人も結婚したくなったなと思うなる結婚式やなと思う なあれは幸せなんやなってほんまおめでとうございますといやほんまおめでとうもう末永く幸せにもうせいや、うん、いやせいやもそうやけどせいやがねやっぱ奥さんをほんまに幸せにしてあげてほしいなと思ったわそう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 あの、ま、お父さんの涙を見たら、ね、ほんまやでほんまにあれだけ裏切らんといてって思った、うん、ほんまなあの一応俺もすぐな、うん、奥さんの写真とかをもう編集してる、うん、自分でカメラでせいやさんにバーって送ってせいやさんこれ今日のです今日一日ありがとうございましたってあの既読するやなせいやさんまあまあ忙しいかまあいいかまた帰ってきてないまあまあいいけどまあいいけど仕方ないよそれいやいやまあまあ忙しいから、うん、あでしっかりとお車代ありましたあありましたかしっかりとお車代もらいましたあ、はい、ありましたありがとうございますありがとうございますそれはやっぱりさすがに奥さんの方がやっぱりしっかり支払われてる方あれせいやさんだけやとないですうん、だ僕的ながら名前を間違えてたというところと、まあ、もう一歩目粗品の涙と、うん、だけです、だけです、はい、あれ名前間違えてなかったらもう粗品さんだけを攻め入れてたんやけどちょっとごめんなさいやっぱさすが霜降り明星といったところでしょうか両方せいやさんといったところでしょうかちょっとうんあれはちょっと残念でした残念でしたねはい、うん、もうそこで一個えって俺ちょっと不機嫌になりました僕すいません名前間違えてるんでそれは そうですね、そこはちょっとせいやさんね、うん、うん、ちょっと、はい、僕たちのちょっと報告でした、報告でした、これは、報告でした、はい、さて、聞いてるか、今日の放送部の以上、ラジオクラウドで後日配信しております、はい、生放送ではありませんが、X、ハッシュタグ、兄弟電波で投稿してみてください、はい、というわけで、今日もお昼2時までお付き合いください、はい、ミキの兄弟電波、クイズジングル、ラジオネーム、現役 JK のゆいなさんからの問題です、はい、問題、2021年11月7日の放送分より、汗こせやってみーのコーナーで、キャッチコピーからジブリ映画当ててみーのお題の中で、唯一お二人で、回答できなかった、二人が暮らしたのキャッチコピーとは、一体何のジブリだったでしょうか。二人が暮らした。二人が暮らした。大体二人が暮らしてるからね、ジブリって。思い出のマーニー。残念あ、嘘ハウルの動く城です。あ、分かれへんわ。二人が暮らしたか、ハウルの動く城。まあ、最後エンディングやから、二人が暮らしますよ、やったらな。分かんない。いや、めちゃくちゃやな。兄弟テーマ、まだまだ続きます。ミキの兄弟会議。さあ世界はいろんなルール決まり事が溢れております。僕たち兄弟の中でそんなルールをああでもないこうでもないと言いながら兄弟電波的ルールを作っていこうというコーナーです、はい、さて今回の議題こちら、ウォーキングルール。
ウォーキング。亜生君もね、はい、なんか無事終わったんでしょ、企画。もうはい、終わってやめました、ウォーキングを。はい、はい、はいや、もうやめました。はい、やめます。ダイエット終了。あ、続けない。だって今日もなんかすっごいの食べてたんですけど、今日はもう食べました。匂いが昨日からファミチキ食べましたし、昨日も昨日一昨日ぐらいに終わってな、企画が一昨日終わりました。はい、で俺昨日その NGK の出番あって、夜ね漫才劇場出番あって、はい、漫才劇場楽屋入ったらもう牛丼食べてた。はい、牛丼とこり。俺それ見た時に、はい、あー終わってんねんな、はい、企画と思ったもん。もう死ぬほどうまいです。夜中2時にラーメン食べました。はい、すげえ。はい、ナンバで。はい、うわー。いや、ちょっと開き直ってる意味が分からんけど、それ。もう開き直ってる意味が、うん。もういいです。ウォーキングもしない。してない。え、なんで？え？辛かったん？ウォーキング。ウォーキングですか？辛いね。だってやりたくないんだもん。あ、辛いんや。はい。何をしながらウォーキングしてたん？ただただ歩いてたっけ？いやいや、ラジオとか聞いて。じゃあいけるくない、ラジオ。いや別にその、いや別にいいんやけど、家でラジオ聞くし、それやったら座りながら。いやそうか知らんけど、それ別にその、うん、いや一石二鳥な感じせえへん、その健康も保たれるしみたいな。ああもうでそっちの方がなんか集中できたりするやん。ああでもなんかもうそのウォーキングがもうつらい、しんどい。だって歩かんでええやん、ほんまは。いや気持ち、俺今の季節がなんか今一番気持ち、今一番だからちょっと前までは涼しかったやん、うん、それが良かった。もう暑いから。いやだから汗かけるからちょうどいい。いやいや家出た瞬間にあかんって言って、もうすぐ部屋入ってもう、はい、俺だってもう汗かいてそれでシャワー浴びてとかが一番気持ちいい。いやだからこのバーって出た時に汗かくやん、うん、この家帰ってシャワー浴びなあかんやん。やめよなんでもう。もうやめてます、報告します、終わりました。せっかくのウォーキングルールが、はい、もう僕にはもうないです。ウォーキングルール、ないや、悲しいね。はい、それはもう、はい、終わりです。終わりか、はい、悲しいな。じゃあ俺だけなんや。そうですね、お兄ちゃんのウォーキングルール。ウォーキングルール、はい、ウォーキングルールな。でもあのちょうどよくて、俺はほんまにあの落語を聞いてんねんけど、はいはい、落語の一ネタが30分か40分ぐらいね、うん、そんな長いの落語って。長いよ、そら枕とかも含めたら30分、まあ、短くてもほんまに短いのとかやったら15分とかやから、うんうん、でも俺は選んでんねん、30分40分のやつを、うん、選んでその時間歩くのよ俺は、朝。うん、そうしたらちょうど、朝歩いてんやん。朝歩いてる。わお、うん、朝の方がだってちょっと早く起きて、うん、すごいな、うん、そうそう、おとんやん、うん、でしかも最近はそのもう多分はたから見たらやばいかもしれんけど、復唱すんねん俺、それを聞きながらバーってしゃ、だからもう、うん、マスクはしてんで、うん、してるからなんかあれなんか通り過ぎてるとか、あれなんか喋ってた今みたいなのがあるかもしれない、もしかしたら、30分ぐらい、3、40分やな、うん、歩くね朝で、朝やからそれでパン買いに行って、うん、パンすっきゃねんなこの家族。もうしこたまパ パン、この前あのうちのおとんとおかんも来て、多摩の方でご飯食べたやん、うん、お兄ちゃん、うん、家族と俺と、うん、うちのおかんとおとん、うん、でおもう帰りの車はな、うん、俺んち来るからさ、うん、おとんとおかん乗せて、うん、もうめっちゃパン食ってたなっていうことで大盛り上がり。車の中がもうな、めっちゃパン食うねん俺。ウォーキングしてるから近所に5軒見つけてんねん、パン屋。多いな。そうで朝行って、俺が歩いてパン屋行ってパン買って、子供の分と、うん、マミちゃんの分、うん、買って帰るっていうのがウォーキングルール、うん、俺のそれ。あ、なるほどね、買って帰んねんバーって。俺はもうあれやから、あのシリアルっていうか、あの朝はあのさ、お兄ちゃんがさ痩せすぎてさ、こっそり後輩がさ病気なんですかって聞いてくるからさ。でもその俺がほんまに痩せてる、ほんまに痩せてる、見た目がほんま痩せてるからさ、ほんまに痩せてる、痩せようとしてる人がめっちゃアドバイスを、ああめっちゃ俺にさ、うん、どうやって痩せてるんですか、どうやって痩せるの、うん、みたいな聞いてくんねんけど、うん、じゃあ俺も俺で別にないのよ、そんななんか誰から教わってるもんじゃないから、まあ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 、俺でも結構こうストイックに、じゃ全然ストイックじゃないで、いや俺全然ストイックじゃないで、インスタ見て。いやでもそれでもやっぱり朝起きて散歩して、うん、で腹筋とスクワットやってんの、スクワットやってんの、腹筋だっけ。いやでもこれをやってるってことは毎日、うん、それができひん人たちばっかりやねんから、うん、これはだいぶあのあれよ。いやでもやっぱさ、何かをやりながらやったらできんのよ、それだけをやるってなったら辛いけど、うん、だって腹筋だってテレビ見ながらやってるし、そう、うん、いや、うん、でもいやそうやねんけど、みんなそれができへんねん、テレビ見ながら、うん、だってなんてできへんからみんな太ってんねんから。でもこれあれ毎朝ちゃうからね、ウォーキングも、あ、まあ、まあできる時、そうほんまに、あのほんま多くて 2,3 回よ、ほんまに1回とかの時だってあるし、うん、
そういうの、うん、であと泊まり先で観光のために歩観光で歩くとかね、まあ、それは趣味も込み込みで、うんうん、だからいいサイクルでありますけど、ちょっとみんなのあ確かに、ね、聞いてお前もあそれやったらできそうやなっていうのでやったらみんなの聞いて今からあ、うん、ラジオネーム、桜君かかしさん、はい、うん、私はバイト中にめっちゃ歩いています、うん、スーパーのレジですがセルフレジを担当すると走り回ることが多いです。あ4時間で8000歩以上歩く日もあります。私はポイ活が趣味でもあるのでバイトしてお金を稼ぎながらさらにポイントも貯まるという最高なシチュエーションです、うん、私は歩いて遊ぶゲームのピクミン、ああこれ聞いた、何それ、ピクミンブルームというアプリをしているのでちょっとした家の移動でも必ずスマホを持ち歩いています。簡単に言うと歩くとピクミンが育つというものです、うん、ピクミンがいろいろなアイテムを身につけたりしてとても可愛いです。いつでもスマホを持ち歩いている生活なので今年は自分の誕生日にアプローチを買おうと思っています。これ聞いた、うん、何それ、あの野村に教えてもらった TBS のアナウンサー、ああ野村ちゃんウォーキングしてるって言ったらその、うん、いやピクミンでやったらどうですかって言われて、うん、やってる、やってません、なんでや、落語聞いてるんで。ああ。落語家育ててたわ。育ててませんよ。育ててません。いや、なんか、できたらいいで、併用が、うん。でも、アプリ動かしてるときに落語聞かれへんかったら嫌やん。あれか、こう食べようか。ん？あの、昔なんか、万歩計であった、ピカチュウ元気でちゅうっていう。あ、懐かしい。あったね。あれ言ってんのかな？あ、見つけたらこうとくわ。違うね。俺ね、もう、あんねん、俺は。その、歩いて楽しいものがあんねん。いや、でも、その、それ聞きながらもう万歩計みたいにここにピカチュウ元気でつけといたらピカチュウも育つし、いや別にピカチュウ育てないもでもピクミンも別に育てない、ピクミンに興味ない、そもそも俺この中に万歩計が入ってるってこと、携帯のな、いやいやそういう機能やろ最近は、やっぱあそうあんにゃん、だってヘルスメーターみたいなのあるやん携帯の、あーあるあるある、うん、開けたことないけどな、うん、俺もない、うんうん、さあ続いてラジオネーム、はい、レーシックのサチさん、私は、目標日を設定し、はい、体を絞るために期間を決めて歩くことが多いです。あ、前回のウォーキング期間は育児休暇からの復職前3ヶ月間、うん、産後から油断したままの体型を少しでも戻すべく、うん、ほぼ毎日歩きました、はい、時間は夕方、夫の帰宅と入れ替わりで近くの公園向かい、1周400メートルほどのグラウンドを5周歩きながら体をひねったり、肩を回したりと、ね、ストレッチも兼ねた自己流ウォーキングを行いました、はいはいはい、次回のウォーキングは運転免許証の更新期間に合わせて予定しています。いいね。そろそろスタートしなければ間に合いません。少しでもシュッとした顔で映りたいので頑張りますと。は期間、ね、目標があるといいよね。それはでも俺そう同じとこを歩くの嫌や、ね、あそれ無理やね。俺も俺だから日々変えてんねん歩くとこ。あそう、うん、俺だって昨日も、焼肉食べて、焼肉食べて逆襲漫才終わりで焼肉食べて、結構食べたね。結構食べた、うん、だ写真よりも食うてるし。あそう、みんなと行ってる時はそんな取れへんねん、なんか何枚か取ってとかで食べて、で1時ぐらいかな解散して、うん、ホテル帰って、そっから30分また歩いて、その時もあの俺の楽しみは、大阪時代の自分の思い出の地を巡るってのやってる。そう、じゃあ後世ツアーをやって、後世ツアーを一人で、後世がやってたわけ、後世やって、うん、昔のマンションとか行って写真撮ったりとか、あの赤色のマンション、赤色かな、あの猫見つけたとこね、あーあーあーあこや恵比寿町とか、うん、ホストばっかり住んでそうなマンション、あっこ行って、うん、撮ったりとか、そういうの、そういう楽しみね、うん、だ期間決めんのな、だお前も期間決めてやったもんな、決めてやってた、うん、期間だから終わりが見えへんかったらで無理やな、ちょっとこれいつまで続くねこれってなる、うん、さあ、最後いきましょうか。ラジオネーム餃子といえば焼き餃子さん、うん、自分はいい年齢になってきたこともあり最近ウォーキングを始めました、うん、コロチキ西野さんがキョンチーさんの YouTube でウォーキングは30分以上すると脂肪が燃焼されると言っていたので、うん、ルール1、ウォーキングは30分以上歩く、うん、また会社にジムがありウォーキングマシンがあります、うん、早朝なら誰もいないのでルール2、早朝に歩く、うん、このルール2つを守りながらウォーキングをしておりますと。うん、写真もある、ウォーキングのルーム、ああいいね、ルームランナー、ルームランナー、うん、ええやん。でもウォーキング唯一してた時のルールは僕はそのほんまに行き15分のとこに、うんうん、片道15分のとこにあの保護猫カフェがあって、そこ夜中でも 窓がカーテン閉めて開いてんねん、うん、そこの猫を見てから帰るっていうのをしてたけど俺もあのウォーキングは、うん、先生は西野先生ですよ。ああそうですか、最初やっぱそうか。いや俺もな、そう言われて西野先生に、うん、あの朝家でって、うん、であのアイスコーヒー、そうそれ西野先生に言われて、そうアイスコーヒーを飲んで、アイスコーヒー飲んでゆっくり飲んで10分15分ぐらい飲んで、そっからウォーキングして、うん、でウォーキングが帰ってきてシャワー浴びて朝ごはん食べてくださいって言われて、うん、それがすごい、でそれが毎日せんでいいですよって、うん、週に2回とか3回でいいですからって言われて、それをやってんだ、うん、僕も西野先生に言われてそれやってあそう、うん、
で、まあ、それで別に変わったとかはないけど、気持ちいいのよ。で、ちょうどええね時間が。アイスコーヒー飲みながら、俺は朝ドラ見んねん。あ、朝ドラ、だから、朝ドラ15分やねん。それ、ちょうどええな。朝ドラ15分。それ、ちょうどええわ。ちょうどええ。俺はな、そのな、あの、アイスコーヒー飲んでたら、行きたくないなってなって。わかる眠りたいなって。そう、うん、ああ、嫌やな。なんで、でも全部もう顔とかも洗ってさ、歯磨いてやるやん、それ。いや、その、アイスコーヒーで飲んだらさ、また歯磨かなあかんから、その、俺はもう朝起きて、うん、アイスコーヒー飲んでこうやってたらもう、もう行きたくないってなって行かへん。うん、気持ちいいけどね。だから、あの、管理人のおっちゃんとかびっくりしてる時ある。え、その格好で仕事行きますみたいな、その。あ、違うんです、ちょっと歩いてきますみたいな。あ、うん、あ、ちょうどさ、あの、マンションのさ、出勤ラッシュと俺かぶる時とかさ、その知り合いのお父さんとかいるからさ、うっみたいな、あ、ちょっと何それちょっとっていう。でもうそれがなくなるってことでしょ。あ、そう、もうそれなくなった。じゃあいろいろまとめましょう。三木企画の亜生君お願いします。おー、いや、ウォーキングとかなくて朝からホットケーキ食うたらうまいぞウォーキングして食べたらうまい、それが。いや、朝からホットケーキうまかったね。ウォーキングしてからがうまいね、それ。さあ、というわけで次回、はい、の議題でございます、はい、もう汗がしないってことね、ウォーキングは。じゃあウォーキングはもう当分しません、はい、もうそれをルールで言ってください、そしたら。さあ、次回の議題こちら、はい、ラジオネーム会員番号444、はい、遅崎おかみさん、はい、高瀬さん、亜生さん、西村さん、こんにちは、はい、いつも楽しく聞かせていただいております。兄弟会議のルール提案ですが、はい、サラダアレンジルールいかがでしょうか。うわ、かなり毎日暑くなってきたのでさっぱりとしたサラダを食べたくなる。ちょうどや、お兄ちゃん。じゃあお前がもう、でもないです。ほら、ほら、もう、もうすいませんが、もう、サラダは食べてません。野菜をもう食べるのをやめたので。ちょっとルール全部、ドレッシング変えたりしてサラダを作るのに凝っていますと。これは美味しいものがあれば教えて出てきたなと思って、提案してみましたということで、サラダアレンジルール、はい、うん、こちらを、送っていただきたいと思います。おすだけおかみさん、ステッカー差し上げます。いいなと思うのは採用します、僕もね。いや、もう食わへんやろサラダ自体。何もせへんやこいつ。何を始めるこれから。もうそ、何もまだ決めてない。もう何も決めてない、うん、もうだってもういいやん、終わったんやから。みんなそうなん。でも向井さんも長田さんも、もういや止まらんやん。もうそれがよくないねんな、ほんま。さあ、というわけでこちらの締め切りは7月17日水曜日お昼12時までです、はい、また僕たちに議論してほしいて、議題の提案もお待ちしております、はい、兄弟会議のコーナーでした。はい、ミキの兄弟電波クイズジングル。ラジオネームかえちゃんまんさんからの問題です。はい、問題。2022年10月放送回から、うん、美食家の方々と食事をしたお兄ちゃん。ああ、あったな。食事会中、亜生君が嫌がるだろうなと思うことがありました、うん、それは何でしょう。みんなが写真を撮りまくった。正解。はい。やっぱね、美食家全員そうやね。もう食事が来たら全員写真。あれ腹立つね。もう一番最初に箸入れたいのに。いや、美食家やね。はい、兄弟電波まだまだ続きます。さあ、この時間皆さんからいただいたメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームドンオイマルさんからです。ヤジマリーさんが6月26日のサンガスタジアムホームゲームの試合に来場されましたが、僕はジェフを応援しているのですが、週末の6月30日、まあもうちょっと終わってますけど、この6月30日のジェフの試合に、ハイキングウォーキングさんとヤジマリーさんで来場されます。あいつJリーグでヤジマリーさんブームが来てるのかもしれません。あいつJリーグを全部渡り歩くつもりやな。全然サッカー知らんのに。でやろ、盛り上がったんかな、サンガのやつは。それは盛り上がったやろ。ヤジマリーさん、だって川崎選手がやってんやろ。やってるやってる、うん、じゃあ盛り上がるで。そらなんか見たけど、シューってチームの、しかもキャプテンがやってるんやからね、うん、そら。あそうか、キャプテン、うん、川崎選手キャプテン。オリンピックも頑張ってほしいね、川崎選手選ばれた。選ばれた、うん、ぜひ頑張ってほしいね、川崎選手。京都の星として ね、 ね、うん、ぜひ応援してます。ヤジマリよりもちろん応援してます。続きまして、ラジオネーム君の名は希望、僕の名は匿名希望さんからです、はい。6月最後の放送で結婚式の話をされてましたが、ディズニーホテルでの挙式は考えてなかったのでしょうか。我が家は検討しましたが、徳島から高齢者を、舞浜に連れていくのが現実的ではなく諦めました。うーん、あ、お兄ちゃんとかなかった。ないね、それは。さすがにないんちゃう。でも、あの、挙式だけとかなんかあるやん。いや、全然そんなことは全くマミちゃんの口からは出なかった、ね。あら、そう、うん、なんか出そうな感じもするけども。そんなんはええんちゃう。マミちゃんはなんかその
あの人もさ人に見られるの嫌やから、まあまあまあ、そう、まあ、人に見られるもんなんで、そう人に見られちゃうやん、めっちゃあの目立ちたくないからね本当に、 あの人だからそれもあって、であの式もこじんまりとして友達しか呼ばへんかったやん、そうやな、うん、確かに、だからそんなに大々的にやりたくないんちゃう、あそう、あこうやっぱな、そのなこの行ったらそう関係ない人もほんまに見るやん、まあまあ確かにあればな、だ、うん、から式でやっぱりさその目立ちたくないとかでもやっぱあれやけど、そのせいやさんの時の式もさ、やっぱり芸人が出し物した時にさ、うん、やっぱり笑ってんのはやっぱ芸人だけやったな、あそう、あの風数屋が自分から言ってたもん、新婦が誰も笑ってなかったっすそりゃせやで、そりゃせやわ、そんなお兄ちゃんの時はそうやったもんね、ゆりやん時とか、うん、俺の時もそうです俺の時なんてせいやの時よりも笑ってなかったまみちゃんの友達やばかったもんな、あれめちゃ引いてた、めちゃくちゃ引いてた、いやそりゃ引くよ、だってあのせいやの時はみんなちゃんとしてたもん、あまだな、うん、俺の時誰もちゃんとしてなかったネタ飛ばしてるやつだったネタ飛ばして相方に怒ってるやつだった、いた、うん、最悪、恥ずかしがってな、そう恥ずかしがって最悪ほんま涙一個もなかったし、なかった、上の時の結お兄ちゃん時なかったな、一個も涙なかった、うん、で最後俺が悪態ついてね終わって、あほんまや、うん、新婦側に、うん、みんな反対してましたけどねって僕と結婚すること、うん、最初それは売れてへんからね、うんうん、反対してましたけど思ってますよ今、うん、謝ってほしい、みんなにざわ見ろって言ってた、ざわ見ろって言ってた、俺びっくりした結婚式の二次会でさ新婦側の友達に向かってさざわ見ろって言って、あんなさ誰が祝うねん、最低やな、粗品やないか、最低、粗品、粗品やほんま、なあんな誰が祝う、うん、でみんな知ってたから、まみちゃん友達も俺は知ってたから冗談でね、うん、もちろん言って、そう冗談なんか通じんねんからさいやあの冗談通じた、ね、あの冗談、あの冗談通じた、ま、やっぱうん、ユリアンのと裸とかが通じんかっただけ、乳首出しな、ユリアンの乳首出し、人の結婚式で乳首出すって最悪な最悪、しかもトップバッターでそんなに最悪だったよあれ、うん、ほんま悪夢みたいな結婚式やった、だから兄ちゃんのその、まあ言うたら二次会を担当してた作家がせいやさんの披露宴とかも、うん、あいつがよくないね、いやだからお兄ちゃんの時の失敗を経ていい式をしたな全然知らん後輩のさC3PO に刺されてさあ何やってんマジであれなあ、あれ別にめっちゃおもろかった、好きでも何でもないね俺、お兄ちゃん全然好きでもない、全く知らん後輩、全然知らん後輩の C3PO、 C3PO ものまね、あれもうめっちゃおもろかったな、誰まずこいつ、こいつ誰なんてなって、あずっと C3PO で喋る、 あれなかった、ゼロ輪車、何やったっけそれ、え、江代さんのゼロ輪車なかった、あったかなわからん、いやなんかそのとりあえず出し物がもうバグっててタグが新ネタやってなそう、ダブルアートのタグさんが人の結婚式で新ネタして音響さんと照明さんと息合わへんからネタの途中でブチ切れてなもうそのめちゃくちゃほんまめちゃくちゃマジぐっちゃぐちゃやった、そや式場の人もさその完全安定とか分からんできるわけないねん、そんなそうじゃあ新ネタすんなやって話やろそれもう何か1週間ぐらい前から新ネタ持っていくからとか言われて、いや求めてないこっち新ネタそれ式場ついたらタグさんだけ目の色ちゃうねん、そうそう、もう新ネタ、ね、新ネタやるから緊張して、フォックスアイやって、フォックスフォックスアイをやフォックスアイやね、マミちゃんがフォックスアイ大好きやから、そうフォックスアイ見たいって言ったのにフォックスアイと新ネタやるよ、そう最初の入りだけフォックスアイで、うもう次は違って、そうあれはもう最低の最低の結婚式今まで見た中で史上最低の結婚式、最悪の結婚式、そうほんま、いやでも最高でした、マスミちゃんがな上沼さんで来てくれてな、あそう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 、上沼さんのモノマネして来てくれて、あそこはよかったけど、お兄ちゃんおめでとうとか言って来てくれて、うんうん、来てくれてで写真撮ってな、うん、親戚のおばちゃんに見せたら、うん、ええー、こうちゃんの結婚式上沼さんも見に来てくれた、来てくれてそっくりやからそんなわけないよなんで上沼さん来てくる、エミチャンネルの服装で来てんねんでその衣装上沼さんエミチャンネル飛び出しで来てるからそれ構成結婚式飛び込みで来てる、飛び込みで、うん、いやなかなかさまざまなね、いやまあいろんな結婚式があってよかった、そういやよかったよ、うん、なんか今日は結婚式スペシャルスペシャル、いやでもそのありがとう、せいやさんがこうしてくれた、うん、皆さんもね気になる結婚式があったら教えてください、はいはい、お待ちしております、はい、
さあエンディングです、はい、エンディングといえば今週の水曜家の時間です、はい、水曜家の、むしゃむしゃ水曜家の奥さんと、奥さんケラチナミンさんが、はい、日常コミカルに素敵にお届けしている X を紹介していくというコーナーです、お願いします。ケラチナミンさんのつぶやきです、はい、回転寿司に行く前汚れないように黒い服を着ていく旦那、いざ店に着くと旦那が娘2人に醤油をぶちまけた悪魔や悪魔やな悪魔やな、やっぱり何人、うん、寿司屋に黒い服そんなこぼすことある？汚いさ食べ方、そんなこぼすことある？食べ方が寿司屋ってこぼすイメージなくない？そんなピピピってこうつけてお醤油がパターンとか落ちるんじゃない？そうかなんか、なんかうどん屋とかな、つけ麺屋とかって何とか分かるけど、さあ番組では皆さんからのメールをお待ちしております、はい、兄弟会議のテーマがサラダアレンジルール、はい、サラダどんなアレンジして食べてるか送ってください、はい、そして我が輩はキーチであるお悩み相談イライラさせて隣の宿は構成合わせやってみるお題クイズジングル普通のメッセージもお待ちしております、はい、締め切りは7月17日水曜日お昼12時までです。メールアドレスはmiki@kbs.ko.miki@kbs.kyoto こちらまでお送りください、はい、というわけで、まあな何はともあれせいやおめでとう、おめでとうございます、うん、素晴らしい式でしょ、よかったねほんまに、よかったほんま、ああいうの見たらなんかあの結婚って人の一大イベントなんやなって思うね、うん、ほんまに、うん、式もええなと、うん、この日しかないからね、まあ、なほんまに祝うことってね、うん、誕生日会をあんなに盛大にするわけじゃないからね、それは、うん、でやっぱりもう奥さんが綺麗や、綺麗綺麗、ほんま綺麗かった、うん、奥さん綺麗かった、ね、嬉しそうやったし奥さん、うん、奥さん綺麗かったし奥さんのお姉ちゃんめっちゃ綺麗かった、ね、ずっと言うなそれずっと言うてんな、ブレんねんブレんねん、あの途中でお色直しで、うん、奥さんがお姉さんにエスコートされて出ていきますっつって、うん、お姉さん来た時に、うん、いやちょっとお姉さん綺麗すぎるブレるブレる、お姉さん綺麗すぎて、お姉さんな身長ちょっと高いちょちょちょ綺麗なね、モデルさんあれ誰もあるな、普通の人じゃないで、あれ普通の人じゃなかったな、ちょっとお姉さんの情報もね待ってますということで、また来週です、さよなら、さよなら。